どうも、愛知です。7月3日、今撮影してるんですけども、まあ、7月になりましたので、主に受験生に向けて、まあ、7月こういう風に勉強していこうぜ。まあ、特に夏休み来るんでね。まあ、もちろん受験生だけではないんですけど、こう、7月に意識してほしいことっていうのをね、ちょっと喋っていこうと思います。で、6月の末に、7月、もう特にま、7月、8月ですね、に、何を自分がやるべきなのか、何を頑張ること、まあ、これをね、例えばこのワークをこの回数やるとか、ここまで覚えるとか、っていうのを、まあ、はっきりさせておこうっていう動画をま、撮ったんですけど、まあ、そことも若干ね、繋がってくる話にはなるんですが、今回7月の、まあ、ポイントは、7月20日まで、つまり夏休みに入るまでと、夏休みに入った後をちょっと分けて話します。で、まず、夏休みに入るまでなんですけど、やるべきことがいくつかあって、まず、さっき言ったやつですね、7月に頑張ろうって、まあ、これをやろうと決めることじゃ、決めるじゃないですか。で、その、まあ、夏休みバージョンじゃないんですけど、7月20日から、まあ、夏休み終わるまで、夏休みで、これをやるんだっていうことは、これ、絶対に決めておきましょう。絶対に決めておく。で、まあ、後でまた話しますけど、その、決めたことを、これ、例えばこれって決めたら絶対これをやんなきゃダメっていうわけじゃないの。勉強していく中で、やっぱりこう、例えば3回やろうって決めたんだけど、2回やったらある程度固まったなと思ったら3回目やる必要ないじゃないですか。だからって、あ、3回最初、3回って言っちゃってから3回やんなきゃとか、そんなのいらないの。だから、こう、軌道修正したりすることはただ必要なので、最初に決めたことを絶対やんなきゃいけないってわけじゃないんだけど、決めることが大事。まあ、夏休みって、まあ、時間がある、まあ、あるはあるんですよ。確かに、できるんですけど、でも、そのね、これは受験生だけじゃなくって、勉強を闇雲に頑張るのは非常にもったいない。目的意識を持って、これを覚えるためにやってるんだっていうのをはっきりさせておかないと、時間だけ勉強時間っていっぱい取ってんのに、あんま残らないって、頭の中に。っていう状況になってしまうので、ひとまず夏休み入るまでに、7月20日から、まあ、夏休み終わるまで、大体ね、夏休み終わるまでに、これをやろうっていうのをはっきりさせておく。絶対決めておいてください。これがまず1個です。で、もう1個がですね、まあ、自分がよく勉強っていうのは2つの側面があるっていう話をするんですけど、1個は、まず、新しいことを覚える。できなかったことをできるようにするって。これは勉強ですよね。これ、まあ、大体の子がこっちは思いつくわけですよ。勉強でどんな感じって、まあ、そういうことを言ってくれるわけですよね。で、これを、これだけ、この面だけを意識してしまうと、やたらもうどん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 勉強を詰め込んで、次、次、次ってやってしまって、どんどん前、先に進んでいくんですよ。進んでいくんですけど、後に残らないんで、進んでるんだけど、抜けていくから成績上がらないんですよね。これ、陥りやすいミス。だから、何が大事かっていうと、もちろん大事なんですよ。新しいことを覚える。できなかったことをできるようにすることが大事なんですけど、もう一個は、覚えたことを抜かないっていう努力をするの。これ、二つの側面をしっかり固めておくというか、両方を意識して勉強しておかないと、今みたいに勉強する、たくさん勉強したのに、夏休み明けのテストで成績が上がらないとか、もっと言うと成績下がるみたいな。でいいことが起きます。で、これはですね、まあ、もちろん受験生はもうダメージ当たり前に食らいますけど、焦るしね。これ、1年生もダメージ食らうからね。自分の中では頑張ったつもりなの。頑張ったで、つもりっていうか頑張ったんだよ。時間かけてるから。頑張ってるのに成果が出ないっていう。これはやる気なくなるよ。あ、どうせやっても意味ねえじゃん、俺。みたいな。あ、私もやっても意味ないわ。頑張ってもしょうがないし、もうやめよう。みたいな。ふうに、本当になってしまうので、できる限りそうならないように、新しいことを覚える。ね、新しい、できなかったことをできるようにするっていう側面と、覚えたものを忘れないようにする。よく言う繰り返し学習ですよね。っていう、二つの面を意識しながら勉強してください。で、これはですね、特に、覚えたことを忘れないっていうのは繰り返し学習なので、意識しないとやらないんですよ。で、結構めんどくさがるんですよ、みんな。俺もめんどくさいと思うけどね。同じことやってるからさ。でも、うちら機械じゃないんで、人間だから忘れるんですよ。覚えたことって簡単に。だから、これを20日まで、夏休みに入るまでに、覚えたことを抜かないっていうのを自分で感じられるように。これぐらいのペースでやったら、覚え定着していくんだなっていうのを掴んでほしい。だいたいあと2週間ぐらい、まだね、あるので、夏休みは20日までにあるので、それまでに完璧に掴めなくてもいいんだけど、自分が覚えたことを忘れないようにするためには、このぐらいの回数が必要なのかなって。例えば、一回解いた問題をじゃあ二日後にもう一回やるじゃないですか。その時に、例えばね、ちょっとね、あれどんだっけな。で、ちょっとヒント見て、あー、なんかさ、例題とか上乗っちゃってるからさ、例題見て、あ、この公式か、OKOK、解いてみようって言って解けたっていう。これって解けたに入らないですよね。ヒント見てるから。
そう。じゃなくって、もう問題見た瞬間にもう全部出てくる。ああ、この公式で、はい、シャスラサササ、あ、オッケーみたいな。このオッケーでもオッケーですよね、基本的に。だから、それはもう、あ、だいたい定着してるかなって。まあもちろんね、いつから抜けてしまうので、じゃあ一週間後にチェックしようかな、みたいなの書いておいたりとかして、今、この漢字、この勉強したって繰り返した時に、この漢字だったら頭に残ってるなとか、もう一回必要だなとか、っていうのを自分で掴んでほしい。それを掴んだ状態で夏休みの勉強に入ってほしいんです。これが20日まで、まあ夏休みが始まるまでにやってほしいことですね。で、もう一個じゃ夏休み入ってからですよね。で、入ってからなんですけど、で、まずはさっき言ったようにも事前にやることを決めておくので、それをペース配分もちゃんと決めておく。で、個人的に思うのは、例えばね、じゃ40日間夏休みがあるとするじゃないですか。40日間きっちり使って計画を立てるのはやめた方がいいです。これは計画は狂います。で、基本的に計画は後ろにどん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 伸びて、間延びしてってしまうので、30日とかで予定を組んだ方がいい。自分がやりたいと思ったこの勉強量、ここまで終わらせたいと思った勉強量を30日ぐらい、だからまあ8月20日ぐらいまでに終わらせられるように計画を立てておく。で、できればそれ通り行くの。10日間ね、猶予を作ったから、まあちょっとね、サボりたくなった時に、まあ10日余裕あったしな、今日サボってもいいかとかっていうのは頑張って自制して、そこは耐えるんだよ。でも何が起こるかっていうと、体調崩したりとか、夏風邪に伸びるから、夏風邪こじらせるときついからさ、こう夏風邪、まあ風邪ひいてしまったりとか、あとはやっぱり親の予定、帰省してしまったりとかさ、急な予定が入った時に、どうしても避けられない時があるわけ。時間的に確保できなくて勉強が伸びてしまうみたいな。その時のためにも、ちょっと猶予を作っておくっていう計画を立てて、まあそれ通りやっていくっていうことをやる。ね、まあさっき最初の方にも話をしたんですけど、最初に決めたものっていうのを絶対こなさなきゃいけないんじゃないの。大事なことは頭に残ること。いい？みんながテストを受けるときに知識がちゃんと実力というかとして反映されることが大事なわけだから、3回ね繰り返した方がいいって決めたとすると、ワークを3回やるって決めたとしても、2回目である程度いけれるんだったら3回もやる必要ないわけよ。いい？3回って決めたから3回やんなきゃ、そんなことこだわんなくていい。大事なことは頭に残ってるかどうかが大事なので、そこを意識して、ぜひね、夏休みやってみてください。